さあ、今日は簡単大人バリエーションのパキータのルシアンをやっていきましょう。ですね、これも、ドンキ寄りのちょっとかっこいい感じの踊りなんですけども、少しだけバシバシ決める感じではなくて、少し余裕を持った感じで、少し上ら辺の感じの騎士の踊りなので、ちょっとラインの高い感じを少しだけ入れるとかっこよく見えますので、それを気をつけながら踊りを見ていきましょう。では早速行ってみましょうね。この辺かな。最初は出てきて、ポーズをしっかりジャンで、少し顔を一緒にジャンの時につけながら、これは進む方に向いてもいいですし、正面にジャンで顔を向けてもいいので、どちらでもいいので、好きにつけやすい方につけてみてください。で、そこからシャッセから足を変えてジャンプ。そうですね。シャッセはしっかり前に進んで、ジャンプは上に飛ぶようにしましょう。勢いがついてるので、ちょっと前に進んでいくと思いますので、前に進もうとするんじゃなくて、上に飛ぶ感じを、これをもう気をつけながら。で、足をしっかり入れ替えるところを見せて、反対の足が上に上がっているのが見えるようにして、ジャンプすると綺麗に見ます。あとは顔をしっかり上ですね。正面の上で大丈夫ですので、ジャンプ、シャーセからジャンプで一緒に、一番高いところでしっかり顔が一緒に上を向けると綺麗にいきます。で、シャーセから振り向く。これも正面でもいいし、進む方でもどちらでもいいんですけども、振り向いた後にポーズをこれ最初の時と同じように止めた方がかっこよく見えますので、しっかりターンとすぐ顔を向けてください。で、反対もですね、シャーセから上に飛んで、顔をしっかり上から振り向いてポーズ。で、最後、三つ目はグリッサードからカプリオール。そうですね、これも一緒で前に進んで上に飛ぶのは一緒。で、顔を上げるのも同じですね。ジャンプするときに一緒に上を見れるようにカプリオールで足を打っていきましょう。で、前ですので、あんまり上げると、後ろの時もそうですけども、下の足を打つのが大変ですので、少し下の方で打って上に上げる感じを前の足は持ちながら飛んでいきましょう。で、シュースでここ一回ポーズをしっかり見せてから真ん中に歩いていって、ポーズでジャンジャンっていう風に行きましたね。じゃあそのまま続きを続けて、そうですね。ワルツステップから横に、チャーン、チャーン、チャーチャーンって入りますので、ワルツステップは、しっかり足を踏むんですけども、あんまりはっきり動かしすぎると綺麗じゃないので、ちゃんと動かしてるのは見せてほしいけど、その足の下の方で少し踏んでる感じを持ちながら2回やって、ピルエット。ピルエットはしっかり踏んでから上に立って2回くるくる回って、ポーズ。音が少し余るかもしれませんので、余ったとしてもしっかりポーズでジャンと止まっていてほしいです。先に移動しないようにポーズでしっかり止まってから次のチャー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 の方のところにワンツーステップで入るようにしてほしいです。あんまり急いじゃうとかっこよく見えなくなっちゃうので気をつけて。で、ここのシュース、今両手上3番でポーズしてますけど、まあ開いてもいいし、片手上でもどちらでもいいんですけども、ちょっとここは、パンと決める感じではなくて、少しだけねちっこく使ってから走って斜めに行ってほしい感じです。ここは強くする感じではなくて、少し余韻がある感じで、ポーズ自体は止まるけども、少しゆっくりしてから走っていく感じにしていきましょう。で、たら、じゃんは、これははっきりと。しっかり顔を前と手と一緒に動かして、はっきり強く見せるポーズにしましょう。で、そのままつながって、
ですね。パセトゥール、後ろですね。じゃんじゃーんって、これ進む方にしっかりちゃんと足を出して、そのまっすぐ下に踏んで、上に飛んで、後ろパスで振り向いて、見てる方向に降りてから、じゃんで顔を。そうですね。ドンキとかと同じですね。顔をしっかりパンと、下ろすときに後ろにつける感じにしましょう。それが2セットだね。たんちゃー。振り向いて降りるっていう風に、後ろ足下ろすときに一緒に顔をつけていきましょう。で、三つ目はまっすぐ正面に向かって、ザンレールで上に飛んで降りるっていう風に顔をしっかり振り向いていきましょう。で、最後。そうですね。ピルエットもしっかり振り向いて、これも2回目振り向いたときに足を伸ばして、パステの足を伸ばして、前に下ろして、これ、座るところをしっかり確認して、座っていってから、じゃんで顔を、と手を一緒に正面に向いて、ポーズをはっきり見せるようにしましょう。先にね、見て、降りて前に行こうとしちゃうと、ちょっと慌てちゃいますので、振り向いて、足を伸ばして、そうですね。ちょっと横目で全然、斜め前でも真横でもどちらでもいいんですけど、横に目に、足を置くところを向いてから、最後顔を前っていうふうにすると、自分もバランス取りやすく、はっきりと見えますので、それで最後ポーズをとって、最後お辞儀をして、入るところまでしっかりやれるようにしておいてください。